頑張れ。コーナーにできたんだよね、ここに。お風呂入ってないよね。今結構から帰ってきたんだよって言ってんだから。まあそんな感じで、嫌話したことを忘れてくれ。お知らせが今月来月に3つない。イベントもやらない。12月に。以上。え、口内炎って薬塗るの？みんな塗らないでしょ。これこの前間宮祥太朗君が合コンの最強の夫人を作るならに志尊淳の名前挙げてた。え、どこで拡散してもいい？ダメ。え、薬あるの口内炎に？そんなのあるんだ。イソジンで口ゆすげばすぐ治るよ口内炎。本当かよ。口内炎は絆創膏を貼った方がいいと思います。ふざけてんなこの人。もういいよ口内炎の話は。終わり。あ、シャンプー塗るといいんだ。こうやってこうしてこっちに行けばいいんだね。あー、そっかそっか。宿毛矯正してる？ツヤサラしてない。これはね、ちょっと言えねえな。言えない言えない。何でもかんでも言わないからさ。髪切ったって言うけど切ってないよ。むしろ伸びたよ。もっと短かった。こんぐらいだったから、この間まで。こんぐらい。なんか飛んでる。何が飛んでんの？虫？てか雨すごくない？今日帰ってくる時も車の